今回のチャルロスだえ。白木の家は半分黒いそれ。ダルシム使いとか入ってないかいね。みんながダルシムってなる。モテそうな人。残念。水族館デートの後に寿司食べに行きそうな。みっちびち。今日もお越しいただき誠にありがとうございます。なんでそんなにおらんねん。年に一度の運動会でーす。いやどこどこ。お、来た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 。すげえ。すごいえ。ドラえもんみたいなやついる。私たちGBC 応援なんです。白組、赤組、青組、緑組、皆さんに頑張ってもらうように応援歌を作りました。すごい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 。ヤシマ作戦だ。おお。すごい。イエーイ。懐かしい感じある。懐かしい。白くはんぺんのように。白くヤセリブのように。白くのように。白くいや半分黒いそれ。おじさんもやるぞ。赤といえば。赤といえばカニ。赤といえばツルギ。赤といえばバラ。緑やお前。緑や取り扱い注意。それがなく鶴木さんのことを鶴木緑チームだけど本当だ。すげえすごい。かっこいい。緑何言ってか分かんねえ。羨ましい。お前はほんとだ。おもろドラえもんフリースタイルみたいな。ダルシム使いとか入ってないかいね。ダルシム使いとか入ってないかいね。みんながダルシムってなる。半分ぐらい分かんなそう。ダルシム分からんか。それでは第一レース、あ、よった、うん、よーい始まった。おー頑張れ。分かんない。早い早い。動いた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 。あいよあいよあいよ。白チームから大量に。はい、では第一走者ゴールしましたということで、一番最初にゴールしたウェスカーさん、お題は何でしたか。財布がマジックテープ製。確かに。確かに。当てるよっていう人は拍手お願いします。正解。正解。確定演説じゃね。絶対持ってる。はい、じゃあ、2着のスタークさんですね。はい、はい、ではお題は何でしたか。俺のお題は、モテそうな人。モテねえよそんなやつよ。ではお題と合ってるよって人は拍手お願いします。誰ですか誰ですか。あ、つるぎくんですね。焦げつきつるぎくんです。モテそう。いや、本当なんでしょう。本当なんでしょう。一番モテる。残念。誰だ。残念。かわいそう。あいつ持ってかれただけなのに。ついてるやついるわ。持っていったやつが悪いよこれ。
赤組頑張ろう。めっちゃ刺さってる。うわもう何て言ってんだよ。あれなーしか聞こえないよ。なー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 、めっちゃ積もってるやん。ウサギさん体の制御がまた続か、また続か、ナイス、ナイス、持ってかれたい。すげえ。え、やっぱりオールマイティークラブなんだ。ファイティングニモさん、ファイティングニモさん、はい、一着でしたね。自信満々のようでしたけど、お題は何だったでしょうか。お題は水族館デートの後に寿司食べに行きそうな。何から言ってもらった絶対普段から寿司食べそうな。はい、シャンクルさんですね。はい、では合ってるよって方は、拍手と歓声お願いします。行きそう。行ってそう。何なら行ってます。では正解です。はい、ではウサギさんが出てきたのはウェスカーさんですね。はい、ではお題は何でしょうか。怒ったら怖い人。間違いないよね。はい、もう答えが出た。正解です。大丈夫です。赤い人たちからサンドが怖そうじゃない、事実。初めて正解が出た感じがする。全然事実。お、早い早い。一瞬で、一瞬だ。早い。何？もう、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 はい、ナイちゃんが連れてきたのはピンコさんです。お題は何だったでしょうか。靴下の親指に穴が開いてる。うわー、めっちゃわかる。開いてます。開いてます。全体開いてる。全体開いてる。全部開いてる。正解です。では3着のタッシー。はい、シャンクスさんまた連れてきてくれましたね。はい、ではお題何だったでしょうか。家でバスローブを着てそうな人。いいなぁ。着てるんだよ。はい、この反応で分かりますね。では正解です。はい、ありがとうございます。はい、解禁症のズズさんを連れてきてくれました。お題は何だったでしょうか。はい、カップラーメンを指定時間より早く開けて食べそうな人。なんでそうだな。では正解です。ありがとうございます。おめでとうございます。正解ですって何なの。正解です。正解ですって何。キャルなんかお湯入れずに食う。チャルマジで食ってそう。水飲みながら食えばいいからね。えぐ。頑張れ。なあ、もう、あの応援何なんだよ。誰に向けてんの。結構難しそうだね。何回持ってかれるんだよ。はい、親の顔より見たズズさんです。そんなことない。もう正解だね。お題は何でしょうか。はい、お題、所持金が少なそうな人。かわいそうだよ、もう。これは正解ですね。正解です。ラピスリオさんですね。はい、ヘルアン君を借りてきたみたいです。お題は何だったでしょうか。束縛がやばそうだ。うわ、これはこれはもう正解。ヘルアン
あー、絶対そう。もう絶対正解、絶対正解。でも自分は女の子に聞くと絶対鎖で繋ぐタイプだよ、あいつ。決めつけられるから。ルルさんが連れてきたのはクズシロツカサです。はい、お題は何だったでしょうか。タイムブリーフ。あれ、失恋経験が豊富そうだ。そうか、大正解。教育大正解。大正解です。一番かわいそうかもしれない。では最後に順位発表を行います。やった、白が最下位だろう。続きまして第3位は110ポイントで青組です。はい、順位を発表したいんですけれども、そこでなんと165ポイントで赤と白が同点になりました。同点だったということで、最後赤と白のリーダーの2人にユニコーンバトルで殴り合い。頑張れボス、行ったってくださいよ。やっちゃってくださいよ。